こんにちは、きよしの趣味チャンネルでございます。今日はですね、まあ期間限定というか今のうちに、お知らせした方が、知らせた方がいいと思う情報すぐ、今日は4月27日で、5月7日までの話なんで、5月7日になったらもう見ても意味がないので、話は年金の話じゃなくて、まあ、私もバイクのスクーターの免許を取ったからたまたま行くんですけど、今土浦のライコランドで、5月7日で閉店するので、閉店セールの今日から 30% 引きになりました。結構お客さんいます。私も今行ってきました。私が行った時は1割引きの時に1回行って、で今日から3割引きになるのは知ってたんで、今日も行ってきました。高い買い物、例えば新井翔平などのヘルメットなんかの、6万、7万、8万ぐらいのやつを買おうとかっていうふうに思っている方などは、まあメーカー品はもともと高いので、ほぼ定価に近いんですが、今だったら、そういうブランドのいいやつ、でも高めのやつも、全商品3割引きになってます。それも今日から、5月7日までの本当の残りの10日なんで、もう売れてっちゃうものもありますから、最高は物によっては4割っていうやつもありました。今日からなんで、場所は、土浦の、96号の土浦一高のところを曲がった、125号沿いに、ライコランドあります。住所で言うと土浦市の真鍋の5丁目だと思います。よかったら行ってみてください。まあ、電話する前にバイク車で行った方がいいと思います。多分お客さんいっぱいで電話出らんないと思うんですけど、とりあえず今日からは 30% 引きなんで、まあ急げたい焼きくっていうか、本当に先着順で早く行った方がお得だ。大きい買い物の方が、本当にいいと思います。はい、土浦のライコランドの真鍋にあるお店が、5月7日で閉店します。残り10日なんで、今日から 30% 引きになりましたから、必要な方はすぐ今のうちに。